お疲れ様です、マフィーです。今回は竜のアズリエル使います。アズリエル竜属性ということで、アズリエルといえばオセロニアの柱ですよね。もうオセロニアっていうゲームアプリのアイコンにも載ってる、そんなね看板キャラなわけなんですけども、こいつね、あの4周年イベントで神と竜に属性がね、神属性竜属性という風にね10日解放がされたんですけども、そういえば竜だけまだ使ってなかったなということでね、なんでそれにね気づいたかというと、最近ねこのアズリエルというのが別バージョンがあるんですね。黄金アズリエルだっけ、金色アズリエルだっけ、ちょっと名前覚えてないんですけど、その金色バージョンの神と竜が、ついにビジュアルが解放されたといったところで、そっちを使っていきたかったんですけど持ってない。そういえば竜アズまだ消化してねえなと思ったのでね、今回使っていきたいと思います。改めてという感じで、といっても実装されてまだ 4,5 ヶ月ぐらいなんでね、知らない人もいると思いますし、一応性能を解説します。スキルが攻撃力アップ、盤面で表になっている2ターンの間、このキャラも含む盤面の自分の竜ゴマ1枚につき自分の竜ゴマのアタック 1.25 倍になり、最大で 1.6 倍。そしてコンボスキルがこのキャラも含む盤面の自分の竜ゴマ1枚につきアタック1.3倍になり、最大で 1.8 倍。これね、要するに2ターンの間バフかけてくれて、この、まあ、2ターンの間バフかけるというか、アズにもバフがかかって、その次の竜にも持ち越してバフがかかる。そしてコンボスキル最大で 1.8 倍出せますよといったところで、今回もねこの編成してるんですけども、正月ロラインですね、正月ロラインより強いと思います。一応ステータスがほとんど似てて、 HP がアズリエルの方が高くて、スキルの最大倍率もアズリエルの方が高くて、コンボの最大倍率もアズの方が高い。ただ一応ロラインは初手から出せるというか、あのアズってのがこいつ初手から出した後、自分のリゴマのアタック 1.25 倍状態なので、アズとそのロラインと比べた時に先行初手置きはロラインの方が強いんじゃないかなと思います。あと速攻流に入るような性能なんですけど、まあ、HP そこそこあるから速攻流以外でも使えそうなところで、普通に流弾とかに入れていいかなという性能ではあるんですが、今回ね速攻流で使っていきます。で速攻流っていうのがね、もうリュウフェリアとジェイン入れて、でクロード入れてみたいなデッキがとりあえず強いみたいなところがあるんですけど、もうそこに引きを取ってはいけないんですよ。つまりね、今回紹介していくのはロラインかアズリエルのどっちかを引いて、もう1枚このノイレを引くだけっていうね、そういうねクソムーブを見せつけていきたいと思います。もうこれどっちか引いてノイで投げたら勝てる説、うん、もうアズリエルもしくはロライン、足すノイでイコール相手は死ぬデッキでございますということで、今回この竜アズリエルを使っていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。転結対面、これも分からせるしかない。転結は序盤からだとね火力出しにくいんで、早い段階でノイで引いてね、うん、HP が残っているうちにノイレ無事がまじましょう。で、これも初手マーレアですね。初手マーレア打ってエルケス。これ、このデッキ代償多くない？エルケスといい、ティルートのコンボといい、ノイレといい。本当にもう何かしら傷がつくようなね、こう、なんだろう。リサイクルショップに売ってるようなそんな竜ゴマしかいないですね。でもリサイクルショップに売ってるからといって、まだまだ使えるのに捨てる人が多いんですよね。うん、なんてもったいないのかしら。もったいナイトランドっていう曲あったよな。誰の曲だったっけ。キャリーパミューね。もう言いにくい。キャリーパミューパミューって言いにくいらしいんですけど、聞いたところによると、ドラえもんの秘密道具を出す言い方をすると、すごく言いやすいらしいです。やってみましょう。うん、キャリーパミューパミュー、めっちゃ言いやすい。めっちゃ言いやすいやん。何これ、誰が考えたんでしょうね。ありがとうございます。で、あとリュウアズリエルって言いにくくない？なんかさ、アズリエルってさ、結構発音しにくいと思うんですけど、私だけですかね。アズリエルってさっきオープニングでね、今回はリュウアズリエル使いますって言ってたと思うんですけど、結構ね、噛んだんよあれ。マジでね、アズリエルって噛むよ。さあ、トリプルオーラ始まった。もうこのアズ引いてからのノイレで全部終わらせます。はい、そういう感じの。もう今日はそういうクソムーブするって決めてるんでね、そう。だから、リュウアズリエル言いにくいから、リュウアズリエル、この呼び方でもいいんですけど、それだとちょっとキャリーと被ってるんで、個人的にはそうですね、そうですね。だから、あれだな、あ、ロライン、もうロラインでもいいや、ロライン打っちゃう。略称を決めればいいんじゃないですか。アズって、リュウアズって言うでしょ。でも、リュウアズってちょっとなんか、ね、佐々木さんのことをさっさんって言ってるみたいな、ちょっとこう、わかりやすすぎるというか、ね、あまり面白みがない。うん。面白みにかける。だから、リュウアズリエル。リューチェル。やだ。そんな呼び方やだ。ペコリー。いてな。ちょ、リューチェルってどんな声だっけ？最近テレビ見てないから俺、リューチェルの声忘れた。てか、テレビにリューチェルって出てる最近。なんか、どんな声だっけ？あの人。ちょ、頼む。ここで、ノイレ引いても、いや、なんならアズで。俺、アズで飛ばしちゃう。アズはアタッカー説。
あ、始まったアズリエルの話してたのにアズリエル引かなかったね。まあ知らんわ、そんな知るか。行ってこい。これ受け入れる人おらんでしょ。強すぎワロだ、強すぎて草薙強しになった。はい、対戦よろしくお願いします。アズマリアリーダー。ん、アズマリア、お前うちのアズリエルにあれですね、ちょっとなんかあやかってんな。おい。似てんね、私たち名前似てんね。うん、許しません。真のアズとは私のことを言います。私。いや違う、うん、この子のこと言います。この子アズリエルのこと、真のアズとはアズリエルのことを言うんですよ。アズマリア君ではない。どうしよっかな、これ。はい、守護者撃っちゃおう。ちょっとアズは初手から出しちゃうと 1.25 倍しかかけてくれないんでね、ちょっとスロースターターなんで、若干のスロースターター感があるんで、ちょっとね一旦ステイして、でここに対してどう来るか。初手からアレス来るって珍しいな。あ、チンパン、うん、チンパンですねこれね。うん、ちょっと待ってね、めっちゃ削るやん。なんか引いて、でもこれさすがに、俺さすがに角行くぞ、角行って、でこれで竜の駒が増える。うん、アズリエルがこれ 1.6 倍最大倍率を出せる。2手で飛ばせるか、アズマリアで。無理だろ。まあ強いて言うと HP5880 残ってくれ、ね、残ってくれてほしいというか、ノイデの圏内なんですよ。5880だから5881残るとノイデが打てるはず。 OK 食らって、よしよし、でここでアズよ、いらっしゃい。 OK、 オーラ耐性じゃない、ロック耐性もついてる。いけアズリエル、オッケー、いけ、バークサイズで、この 1.6 倍が次に持ち越される。ロラインだと 1.5、 しかしアズだと 1.6 なんですよね。さあやり場があるか、ロック、大丈夫、竜の守護者いきますよ、いきますよ皆さん。でここで団体、ああ、え、でも俺行くわ、もうこんな3枚行くわ、これ3枚1回やつおる、行く、行っちゃう、飛ばない。いや、しかしアレスの1枚返しこれ飛ばせないでしょ、アズマリアリーダー。なんでオラヒ君、え、ああ、オッケー、耐えた。やったー。もう一回アズリエルの子も使えるドン。もう一回遊べるドン。ただ、ここでノイデを引いていくとかは、そんな、あれはないと。まあ、でも、どっちみちクロリスあるんですけどね。行ってこい。我に続くのだ。対戦ありがとうございました。真のアズは、私、いやー、じゃなかった。この子です。はい、対戦よろしくお願いします。吉野リーダー、うん、吉野ね、あ、え、始まったぞ、おい始まってしまった。これもうバトンでしょ、うん、これバトンつないでいこう、先代からのバトンつないでいこう、うん、ロラインからのアズリエル、こういうことよ。もう今日ね、本当ね、もう申し訳ないけど今日はクソ動画とさせてもらおう、クソ動画にします今から。よし、乗ってこい。オッケー。でもどうしようかな、これ。アズリエル消されるの嫌やな。嫌やな。どうせ消すでしょ、あなた。あ、なるほど。つまり、ここでアズを出さなければいい。そういうことですか。いや、でもバトンつなぎてえな。次のターンもバフかかんのみたいな。いや、でもここも、うん、X ですね、さすがに。よいしょ。バトンつなごうと思ったけど、一旦ここでバトン断ち切って、うん。アンカーに回したかったけど、まあ、一旦バトン断ち切ろう。バトン断ち切って、次のターンで、バトン復活させよう。そういうことでしょ。頼むわ。頼むわ。さあ、これでダメマス生成がなくなったので美味しい。で、むしろね、こっちの方が竜ゴマが増えて 1.6 倍を出せるのでいいんじゃないでしょうか。マロに取らないでしょう。オッケー、そこ美味しい。よしよしよし、オッケー。ハイタッチしよう。ロラインとアズリエルで。よしよしよし、行きましょう、アズリエル。あー、でもちょっと、うーん、まあもうこっちやな。よし、行ってこい。よし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 。さあ、 1.6 倍をこれ経由して、次のターンノイで引けたら最高やな。5881残ればノイで打てます。1残ってね、頼むぞ。でこれ多分マロニー消してくるよね、多分マロニー消してくると思う。あ、消さない。でもこれ行くしかない。ノイで打てる、打って、ノ引かない。ノイで引きたかったね。これでも7000、まあでも飛ばないけど、これもう、あ、待ってよ、相手の、あ、でも相手のキャラクマ取ったらこれあるか、トールの子も弱くなるから、これでいい。行ってこい。え、あ、飛ぶの、おお、飛ぶ、
飛ぶんですね。はい、飛びます。ありがとうございました。はい、こういう動画です。今日はお疲れ様でした。はい、対戦よろしくお願いします。ラニリーダー行きましょう。アズリエル、アズリエル HP 高いな。何回かな、わからんけど。あー、引かないと。アズ初っ端から引きたかったけど、まあちょっと欲張ったみたいですね。まあとはいえ速攻で終わらせたいと思います。もう速攻流なんでね、その名前の通りにね。よろしくお願いします。さあよろしくお願いしますと2回も言っちゃったな。あ、神タンか。オッケーオッケー。ラニリーダーといったところで、正月ランリーダーじゃないんで、いつもより S ゴマが飛んでくる可能性が低いって考えたら気持ち的には楽ですね。もう守護者打ちましょう。貫通一発でも入れて、でコンボスキル 1.69 倍出せるっていうのはまあ強いんじゃないでしょうかね。さてさて、リョモの使いどころ、まあ初手リョモでもいいんですけど、一旦持っとくみたいな。はい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 。でこれはね、まだリョモ打たないな。クロリス打とうかな。ちょっとコンボスキル弱いけど、別にそんなご利用されることもないと思うんでね、相手に。よいしょ、ほい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 、いい削りでカラー。こっからだな、リョモ次で平桶できるけど、これ E6 のカビ強化がちょっとめんどくさい。ああ、そくね。オッケー、それだったらもう俺 F3 リョモ行くよ。F3 にリョモ行っちゃいますよ。レッツゴー。あ、アズ引いた。はい、アズ打ってもいいんだけど、一旦リョモ。まだ HP 余裕あるはず、こっちには。まだ余裕ある。158はいける。2手耐えれる。2手耐えますよ。よし、いいよ。でこれな、アズ打ったらアズ消されるけど、ここ 1.6 倍出せるというのがポイント。ここで 1.6 倍を出せるから、まあまあ、つなぐんだけどね。消されてもいい。これ、一発の 1.6 倍が出せれば十分。で、消してくれれば次は相手飛ばせないはずだから、これでどうするんですかと。どうする？消すでしょ。アズで、あ、絶対アズ消す。絶対にアズリル消す。消さなかったらもう美味しいまだ。はいはいはい、俺もそうする。このプティヒーターの強いな。けど、これ飛ばせるんじゃないか、両毛コンボ。どうだ？何かしら行けば。これがバトンをつなぐということ。これね、5880代償なんですよ。つまり打てる。これがバトンだ。まあでもこれに関しては別にアズじゃなくても勝ってた気はするけど、まあそんな細かいことは気にせず行きましょう。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。 S ゴマ陣全員が活躍しましたね。特にアズリエル、これ 1.6 倍というのがいいですね。ロラインと違って 1.6 倍というのがかなり高くて、その出すにはちょっと時間かかっちゃうんですけど、3戦目ですね、あそこクロリスで自分ちょっと飛ぶと思ってなかったですね。適当にその計算とかしてたわけでもないんですけど、まあギリ飛ばないかなとか思ってたらギリ飛ぶっていうね。これロラインだったら飛ばせてなかったって考えたら、まあこのアズリエルも強いんじゃないでしょうか。ただまあアズリエルのバフかけるぐらいだったら殴った方が早いっていうのは実際ありますね。あの3戦目なんかアズリエルじゃなくても勝てた、4戦目か、4戦目でアズ以外でもあれ殴っとけば、もうノイレの代償を受けずに他のなんだっけ、カンライズとか引いてたんだっけな、あの辺で飛ばせたっていうのはねあったと思うんですけど、まあでもそれでもアズリエルを取らないといけない状況まで追い込んだのはね、実際この圧を与えられるアズリエルとなったんじゃないでしょうか。あ、ちょっとうまいこと言っちゃったね。けど実際アズリエルのあのこう絶妙な火力だったからこそ、相手にフィリプティ行かれてビクトリア打たれてもノイレ打てるだけの HP が残ったといったところで、4戦目はね、まあベストバウトだったんじゃないかなと思います。そしてロラインからのノイレっていうね、35,500のもうロマン砲も見せられたので、今回、自分としては満足です。ということで、この動画が面白かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。アズリエルが余ったっていう人、まあその3体このアズリエルっていうのが、普通の神、まあ、竜という風にね属性があるんで、まあそうですね、自分の好みによると思うんですけど、竜にするのも悪くないんじゃないかなとは思いました。まあ一番人気が神だと思うんですけどね、その神とか魔とかすごいこう余って、まあなんか気持ちに余裕できたなっていう人は竜アズリエル作ってみてもいいんじゃないでしょうか。ということで、ぜひ作ってみてください。じゃあまた次回の動画でねお会いしましょう。さよなら、バイバイ。